皆さんこんばんは。こんばんは。本日は LJL2022 アカデミーリーグ Day5 の模様をお送りいたします。続いてはゲーム3 BC アカデミー対 V3 アカデミーの試合の模様をお送りいたします。それではゲーム3のスターター確認していきましょう。まずは BC アカデミーのスターターです。トップエイム4、ジャングルカラミティ、ミッドエナポン、 AD キャリーサンリーフ、サポートアメジストとなっております。続きまして V3 アカデミーのスターターです。トップポン、ジャングルキュアピ、ミッドレレ、 AD キャリーエズマ、サポートラクシーとなっております。それではゲーム3の注目選手を見ていきましょう。 BC アカデミーからはカラミティ、 V3 アカデミーからはキュアピとジャングル対決になりました。はい、ということで、キュアピ選手はもうこの数値から見てももうアグレッシブな、はい、選手でございます。序盤から仕掛け合って、仕掛けてもう猛攻ですよね。はい、もう仕掛け攻めて攻めて攻めてというような形で相手からジャングルクリップを奪ってというような形で経験値も大きく差を作ってるんですよね。はい、ここらから見れる数値 XPD、エクスペリエンス経験値差というところで、あと14分までなんですけど、ここは528ある。これどんなもんなのかっていうと、だいたい14分段階で9レベル8レベルくらいなんですね、ジャングラーって。なるほど。キュアピ選手が9レベルの時、相手のジャングラーがだいたい8レベルなんですね。あー、なるほど。1レベル差丸々つけているってことですか。はい、まあ経験値でいうとだいたい8から9の間の経験値の半分くらいにはなるんですけど、はい、ただそれでもレベル1が差がつくような内容になってます。なるほど。まあ、そういったところでしっかりと経験値差をつけた上での、まあ、さらにカウンタージャングルだったりとか、まあ、オブジェクト NC だったりとか、うん、ガンクから、まあ、余裕を持って、ファームにつなげているというところは大きいですよね。ただその代わりチームです。見てくれば分かると思うんですけど、はい、V3 アカデミーの中で一番デッドしているとい。そうですね、ジャングラーの中でも一番デッドしている。ですね、チーム内で一番デッドしている。あ、なるほど。ということですよね。まあ、なので、まあ、なんというかアグレッシブすぎるが上にもちょっと若さも目立つというか、まあ、はい、やらかしてしまう部分はあるものの、はい、ただそれがあってもあまり合うくらいの有利がしっかり序盤から逃げている、まあ、今はこれでいいかなと思うんですけど、うん、もっともっと高みを目指してほしい。アカデミー選手全員に、まあ、LJL を目指していただけるような、はい、環境が欲しいですから、もっともっと高みを目指して頑張ってほしいなと思いますね。うん、さあ、ということで見ていきましょう。 LJL2022 アカデミーリーグ Day5 ゲーム3、ブルーサイド V3e スポーツアカデミー、レッドサイドがバニンコアアカデミーとなっております。サイド選択権は BC アカデミーが所有しており、今回レッドサイドを選択しました。パッチは 12.14、 グローバル版は典型ルーンのヘクステックフラッシュネイターとなっております。ルブラン、レナータグラスク、カリスタ、タムケンチです。ちょっと僕が気になっているのはこの BC のバンピックです。ちょっとコーチのね、まあ、メインコーチはサイコーチなんですけれども、まあ、サブコーチでいらっしゃるキリンボスコーチが、はい、今日 V3 に対して面白いことをやってやる、最後まであがいてやるというツイートをしていましたから、はい、ちょっとそのあたり本当に気になる、一番ワクワクしているワンピックだと言ってもいいと思います。なるほど、楽しみですね。そんな中グエン、ユーミとバンして、ファーストピックルシアン、素晴らしいですね。まあ、ナーフされてちょっとパワーを落ちてはいるんですが、まあ、ただ海外チームを見てもやはり強いということで、まあ、これは昨日ですかね、もう DFM、はい、DFM がピックして非常に強力でしたからね。アジール、早めに取ってきました。そしてノーチラス、ルシアン並みは取らせていいと。まあ、そうですね、ルシアンがファーストピックに出て波を取り上げるかっていうことは、まあ、今までも何回かあったんですけど、結局波との組み合わせで強いのがルシアン以外ないので、まあ、波がこう置き去りにされてしまうようなバンピックになってしまうので、はい、まあ、ここは素直に渡してそこに対してのカウンターを当てると。今回のノーチラスということでしっかりカウンターを当てていきましたね。一応シビアは相手はいるんですが、ルシアン波に対してシビアってどうなんでしょう。まあ、レーニングをスキップするような形の意図になりますよね。シビアでウェブプッシュを行ってと、はい、あとはスペルシールドを使ってルシアンのキーを吸い取ってというのが目的になりますが、レーンから勝っていく構成ではないですよね。ノーチラスをピックしてましたから、しっかりとレーンから戦えるような、例えばドレイブン、
のようなピックが見れると非常に面白いなと思うんですが、サードピックはセジュアンに担当プレイヤーはポンです。どうでしょうか、アフェリオス。うーん、サンリーフにはこのアフェリオスをよく渡すこの BC アカデミーにはなっていますが、まあ、となるとレーニングのところでは射程差を生かしながら柔軟に立ち回っていく、レートゲームまで耐えていくようなピックになってますね。さあセカンドマンフェーズです。見えていないのはジャングルとミッドが V3 アカデミー、トップとジャングルが BC アカデミーですが、まずはサイラスから。まあ、V3 アカデミーとしてもケアピ選手に何を渡すのかというところがポイントになってきますよね。前回はカーディクスのピックがありましたが、はい、まあ、またリーシンのようなピックもこれではこのピックであれば合いそうですし、うん、まあ、ウーコンだったりビエゴも十分考えられるようになってますね。ちょっとレレにバンを割いた分だけジャングルにはバン割かれていませんからね。今強いと言われるジャングラーのどれかはバン漏れするといったような形になりそうです。あー、仮のバン、徹底的にレーンを警戒したようなバンになってますね。まあそのキュアピ選手に対して、カラミティ選手が結構安定志向なジャングラーなんですよね。はい、まあ、なので、うん、どうですかね、今回もカウンターが当たられるようなバンキックにしていくのか、まあレッドサイドということもありますから、ここでレーナを抑えるのかとかですね、うん、レッドサイドは BC アカデミーが選択しているといったところで、うん、まあ今の3ピックを見ていると M4 にラストピック回すのかどうか、それも十分考えられるんですが、まあ、正常に見えてますから。あ、そうですね、はい、おっと、あ、ありますが、トランドルですね。トランドルジャングルになりますね。はい、まあ、セジュアンに対してのアルティメットもありますし、セジュアンがジャングルに来るという可能性も考えてますね。さあミッドレーンはレレのところにライズ、そしてキュアピのピックです。あー、なるほど。いや、うわー、ロックインタロンジャングルですか。チャレンジしますね。これ何が強いんですか。まあバーストですね。アフェリオス、バジール落とす機動力とバーストで、まあ、本当にとにかく1人を狙っていくジャングルだったりとかレーナーレーンだったりとかっていうところですよね。まあ、キアピ選手が一応メインチャンピオンとして掲げているのはタロンなので。なるほど、まあ、一応自分の持ちピックを持ち出してきたということだと思いますが、果たしてこれが、まあ、ちょっと前回のような内容にならないようにちょっと僕は、ね、願ってますけど。ちょっと渡辺子さんはキュアピー選手には厳しいですからね。いや、ダメでしょアルカディクスは。いやいや、ま、何度も言いますが、まだ何もしてませんから、はい、今日は、はい、まあ、今日はちょっと、まあ、優しい心で、はい、見守っていきたいなと思いますが、まあ、ただそれを見て BC アカデミーとしてはナーのピックでトップを安定的に抑えていきましたね。今回はトランドルジャングルということもあって、はい、比較的安定的なピックになりました。カラミティ選手としても、まあ、かなり得意なブーリのピックになってます。安定志向なジャングラーですからね、うん、しっかりアジールとアフェリオスを抑えたことによってレートゲームは保証されたピックになっていますから、はい、しっかりとレーンのところを耐えていって、まあ、特にミッドのアジールが有利を握れるとサイドに対しての、うん、ローム展開も考えられますから、まずはトランドルアジールのラインからミッドレーンで有利を握っていく、ライズに対してフラッシュを取り切るみたいな動きからガンクセットアップを行っていきたいですね。逆に V3 アカデミーとすればどこから有利を広げていきたいですか。まあ、キュアピ選手がタロンですから、正直言ってジャングルから頑張ってくれとしか言いようがないですね。あ、もうジャングルから作るしかないんですか。うーん、一応 CG としてはポン選手もレレ選手も持っているので、はい、ここに関してはガンクセットアップが行えると思います。ただボットに対してはボットのマッチアップでは完全に V3 アカデミーは有利に握ってますし、うん、まあ、あとはジャングルでキュアピ選手がいかにしてカラミティ選手のジャングルを荒らすのか、ガンクに合わせてミッドトップに動いていくのかになりますね。なるほど。まあちょっとタロンジャングル LJL で見るのも久しぶりになりますからね。そうですね、以前流行っていた頃とはちょっと今パワー落ちてファーム速度も落ちている中で、うん、まあ、ただそれでもなんていうんですか、一人でできることは多いですし、バーストダメージも高いですから、はい、しっかりとそういったところから1キルの取っていったというところで、うん、有利につなげられればなと思いますね。さあそんな注目の試合、まもなくゲームスタートです。さあ始まりました LJL2022 アカデミーリーグ Day5 ゲーム3、 BC アカデミー VS V3 アカデミーの試合スタートです。おっと、そのキュアピが捕まっていてフラッシュアウトです。
相手のレッドバフもしくはラプターのところにワードを置いてジャングルルートを読んでからのチーズを狙っていったような形でしたかね。ただそれを咎められてしまったと。デッドしていませんからまあ大丈夫だと思いますが、フラッシュはなくなりましたね。これちょっとアメジストとサンリーフがトップレーンに寄っていたので、ちょっとこれもう完全にタロンのスタートを読んだ上でやってますか。そのようですね。そのタイミングでエイム4と絡みてはボットサイドいましたからね。そしてキュアピュアトップサイドスタートから最速レベル3ですかね。キーストーンはファーストストライクですか。サンリーフ選手も今回はフリートフットワークの選択で、まあ、レーンを重視した形になりましたね。しっかり耐えられるような選択ですね。さあミッドレーンはライズ対アジールです。かなりここはエナポンがフィジカルのあるプレイヤーですから有利は取りやすいか。まあ、レレ選手としてもウェーブプッシュは行えます。コントロールはできるんですがマナを消費してしまいますから、まあ、序盤のマナの、うん、ライズのマナの使い方の難しさというところが出てますね。あー、ただかなりここはハラスを行っていきますね。まあ、このマッチアップはダメージカルドも含めてアジルの方がやりやすいですね。さあレベル2になったタイミングでエズマンがアメジスに対してダメージトレード。これでアメジスの体力半分まで減らされましたから、ちょっと仕掛けづらくなったでしょうか。おお、キュアピ選手レッドバフをスキップしてカウンタージャングル。これレッドバフなくてもいいんですか。いやー、あまり考えにくいですが、ただこのマッチアップ上勝てるという判断みたいですね。ワーディングして駆られていることが分かったので戻っていくと。この機動力がまあタロンの攻めですよね。まあそうですよね。一瞬で戻ってきますからね。あ、ただここでレッドバフがありますね。さすがにさあここはただサンリーフとアメジストも入られてるんじゃないかと警戒のステルスワードを置いていきました。いやー、ただこの最初版のルシアン並み非常に強いぞ。まあフェリオスをピックしましたから本当にここで耐えないと終盤見込めないですよね。いや強いですね。さあキュアピアがボットサイドのリフトスカトル、ただスクライアブルームによってカラミティ位置を把握しました。ただそのカラミティの位置もステルスワードによってバレています。光投げのフック、いやただこれはスライドで返っていて逆にピアシングライトから水の牢獄がフラッシュアウト。素晴らしいですね。アメジスト選手のフラッシュがなくなりましたから BC 側からのガンクセットアップが非常に難しくなりましたね。ちょっとカラミティとしてもボットレーンでは有利は作れなさそうです。このまま一方的に、まあ、ルシアン並みが押し付ける展開、ダメージのルートで勝っていくという展開であればその後ドラゴンにつなげていったりミッドへのローテーションが考えられますね。水の牢獄当てていく、そこに合わせてスライドからのイグナイトはどうだ。落ちますね。ぴったりです。ファーストブラッドはラクシー、いや本当に強いですね。これで勝てるのであればそれはルシアン並みやりますよね。まあこれは神田明神にお祈りしに行っただけありますね。あそのようですね。いやアフィリオスピックしましたから、まあ、ここからも耐える必要が出てきます。フラッシュヒルがなくなった中でまた苦しい状況が生まれてきましたね。あレレがエナポンに対応していってダメージトレードこれ勝ってませんか。いやさすがにミニオンウェーブありましたね。いやちょっとエナポンが強気にダメージトレードを行っていくんですがレレがそれを上回っていきます。いやー、まあ、この段階では本当にヒールもフラッシュもありますからアフェリオスが落とされるということは考えづらいんですけどね。はい、まあ、波ルシアンのパワーですよね。波の Q がヒットしたというところを見てスライド波を EW イグナイトを使ってこれだけのダメージが出てしまう。恐ろしいですね。さあこれでボットレーンで有利は確定させました V3 アカデミー。 BC アカデミーとすればどこから作っていけばいいんでしょう。かなりカラミティ選手がキーになってくると思いますね。トランドルのピアをうまく利用して、まあ、ボットレーンで作っていくことは難しいんですよ。ミッドトップから作っていってボットにつなげていくと
という流れが必要になってきますね。あー、ただすぐさまこれはオーシャンドリック触っていきましたよ。ボトレーのアシストがもらえますから十分触れる。ミッドのところも、まあ、現在のタイミングだと主導権が握れてますね。さあこれで安全にオーシャンドレイクは獲得できそうです。さらにはパッシブがありますからかなり早い部類になりますかね。そうですね、タロンジャングル意外とオブジェクト CG は早い部類ですね。出血ダメージが非常に高いですからね。さあこれでオーシャンドレイクを抑えたのは V3 アカデミー。ちょっとカラミティはレンガンク狙っていきたかったんですがワードによって位置がバレています。さらにエナポに対してのダメージトレード、ただミニオンがあるぞ。リュウさん衝撃でシールドをつけながらトレードを行っていきます。ただこれで10秒ほどでしょうか、ブリンクがないことが分かっていますからポンが狙ってますよ。グレーシャルプリズンど真ん中スタンになっている。そこに合わせてオーバーロード、ただこれは皇帝のブンサーレをシュリーマシャッフルで打っていきます。ただダメージは足りません。1キル獲得は V3 アカデミー。未曾有の牢獄、また当たったスライドからのピアシングライド、とんでもないダメージ。ただ怒り投げのフック、これが波にヒットしているが、アメジータローヘルスのところイグナイト、なんとかこれは耐え切ってラクシーを打ち取ることに成功。ただその帰り道を狙っているのはもちろんキャピー。フラッシングからのオートアタックです。さあこれはサンリーフを帰らせないように時間を使って、まずは2丁走者で HP を削る。レレが合流してきてタワーした。イージーダイブで、あおお、レベルアップ。ノーデッドです。ギリギリ残りましたね。あ、今なんでタロンに行ったんですかね。ギリギリんエズマン選手が殴ってからタワー CG 受けて引いたかなと思ったんですけど、はい、その後キャプ選手に移りましたね。ダメージがギリギリ残っている中でエズマン選手がフォーカスを外してしまった形ですかね。ちょっとリプレイ見ないとわからないですね。そのリプレイです。ミッドレーンのリプレイ、はい、いやこれはもう本当素晴らしいですよね。アジールのいいブリンクがないということを分かっている中でポン選手を寄せた、そのレイ選手の判断も良かったですし、この2人のコミュニケーションも良かったですね。うん、しっかりとそんな有利があるなかおっと、リプレイから帰ってきてみればポータルワープから合流はしませんでした。ここはカラミティがウルトを切っているようです。レレのフラッシュが落ちてますね。そのようですね、攻められたところをよりでなんとか対処したということですかね。キュアピすでにアイテム1つ完成してますか。さらにはバロンピット内エイム4はぴょんぴょんで下がることができましたが、ヘラルドタッチを始めたのは V3 アカデミー。まあ写真ということもあって今回アンブラルグレイブの選択なんですが、まあ、一応アサシンミュージックに行かないとあまりダメージ出ないんですよね。なるほど、タロンジャングルって、まあ、そういったことがあってここからのスノーボールが求められてきますね。まずはヘラルドにつなげることによってゴールドで上回っていきますね。これヘラルドどこに出したらいいんでしょう。まあ、どこでもいいと思いますね。ボットレーンから出して壊してもいいんですけど、正直このマッチアップ自体がもう有利ずっと握れるので、はい、こういった形でウェブコントロールを行えば常にPC アカデミーサイドにプレッシャーかかりますから、早くボットレーンに出す必要もないですから、まあミッドに出すのが無難ですか。なるほど、トップで出してポン選手を動かしていくのも先ほどのような動きがあるのであれば十分有利に握れそうですよね。うん、ボットレーンは前に何なら経験値も吸わせてもらえなさそうです。さあ前に出る、いやー皇帝の分差例ですがここは狙っていきたかった。ただレレフラッシュなありませんでしたがステップでこれを回避しています。狙いとしては非常に良かったですがうまく刺さらなかったですね。うん、いや当たっていればカラミティも控えていましたからね。うん、いやスライドからサンリーフの HP2 割ぐらい持っていきますか。おっとキュアピー、アルティメットはあります。壁を越えてキュアピーが前に出ていく、飛燕手裏剣からシャドウアサルト、1キル獲得 V3 アカデミー。素晴らしいですね、綺麗な入りでした。フライヤーブルームにはカラミティの姿は映っていませんが今見えたでしょうか。いやただ 3V3 でも BC アカデミーかなり辛い。溝の牢獄打った後怒り投げのフック、爆雷発射、ツーマンノックアップ、オンスロートのダメージですが2丁走者返している。月光の祈りは届かず、ここはお互い痛み分け。
うまくボットレーンで仕掛けられるかなというシーンでしたが、まだなんかさすがにジャングルの入りもあって間に合いませんでしたね。ヘラルドがまああと半分タイムありますから。おっと、やめるんですか、リコール。スキルを使ったパン狙っていく。ちょっとずっと惜しんで下がっていきます。あ、ただ気づけばポン選手とエンフォー選手の CS は大きなものが生まれてますね。そうですね、まあ、ポン選手は寄りもありましたから、そこのロスもあると思いますが、まあ、ただなお起点にゲームを作っていくのはちょっと BC アカデミーのプランとしては重たそうですね。さあ、レベル1さんの有利がありますが、インフォーメガナータイミングでありますよ。メガナーコテンパンのスタンから、さあネクストマウンテンドレイクは両チーム欲しいところではありますが、アンブラルグレイブがあるのでキュアピが一方的に視界の有利を作り上げていきます。ミッドレーンもエナポンが押していきましたが、すぐさまレレが寄ってきたので主導権は V3 アカデミーか。いや、ドラゴン早いですね。早いですね。 BC アカデミーとしてはちょっとボットレーンで作るのが難しいということをここまでのファイトで判断できていると思いますから、はい、まあ、エナポン選手にダメージを出してもらう、そういった形でトップからミッドにかけて動きたいですが、プレゼンからカラミティに対するエイミング、フラッシュを使っていってトップサイズに下がっていく。おー、さらにはポータルワープを氷霊の柱によってキャンセルさせましたね。早かったですね、あまりにも早かったですね。ヘラルドタックルによってミッドのアウタータワー、タワープレート残り1枚まで削られましたが、デッドといったところは免れています。やったら、キュアピが壁を越えていって、ここはピラオブアイス、ただフラッシュインからの超動アサルト、タワー下ダメージはどうだ。いや、さすがになんとか耐えている。ただポンがここにちょっと投進、イグナイト、最後は氷河の怒り。ただその帰り道、エナポンフラッシュから合流、セーフの直命、手前に引き寄せての主流マシャッフル、皇帝のブーサレ、エイム4がオートアタックを入れていって、ラストキルはエナポンにできるは渡したいが、ラストキルは M4 です。その間にレレがミッドのアウタータワーを殴っていって、この破壊までつながりそう。エナポン選手にテレポートを切らせた、いい判断でしたね。これで一気にボットに対しての指示が V3 アカデミーにやりやすくなりました。さらにはこのヘクスゲートが今回ありますから、はい、さらにこのタロンの動きに対してついていけなくなりますね。壁も越えられるし、ゲートでも越えられるし、まあミッドの川の主導権から視界も取りきれないですし、ちょっとこのボットアウタータワーをもう残していくこと自体が、うん、BC アカデミーとしては辛い展開になってますね。常に大暴を警戒しないといけないですね。逆に割ってくれってことですか。まあそうですね、エラルド使ってボットレーン割られてたらどれだけ楽だったかっていうのが、この試合から、あ、14分以降から見れるんじゃないかなと思いますね。タイム4トップレーンに帰ってまいりました。 CS のところでは大きく 50CS の有利がありますが、それを上回っていくこの火力です。カラミティも次のヘラルドに対して寄るよというようなピンを一回鳴らしましたが、ピュアピュアまだボットレーンです。いや、全く視界を抑えられてくる、抑えさせてくれない。あ、本当ですね、タワーダイブ警戒でエナポンがもうこの位置ですか。もうボトレーンにアフィリアスを置いていてももうどうしようもないということで、ローテーションしてエナポン選手をボットに行かせました。であればボットレーンを追ってこちらもミッドレーンにローテーションしてやろう。次はヘラルドが出ますから、はい、またそこでのファイトで V3 アカデミーは勝っていこうという判断ですね。ヘラルドまで残り3秒、キュアピがこれトップサイドのジャングルに入りました。カラミティも先にトップサイドのポジションは取れていますが、あ、本当ですね、15分の段階でレベル1差ぐらい本当についてますね。ついてますね。タイム4メガナになるぞ、グレーチャルプリズン、時間はかけた。いや、ただ M4 仕掛けることができない。トップサイドには V3 アカデミーめめ揃っています。ヘラルド触っていくが、カラミティここはリコールタイミングだったのでカウンターアクションは取れないか。ギフトヘラルド獲得は V3 アカデミーです。またヘラルドを獲得しましたから、一方的に
テンポを作り上げてきますね。いやいいワードだったんですけどね。ここも消されてしまう。アンブラルグレイブ本当に強いですね。ブルーバフはおっとレイレンに渡します。さあゴールドパワープレイヤーですが、ミッドレーンのところでは1800ゴールド差、 AD キャリーで1100、トップレーンではエイム4が1200先んじていますが、経験値でもレイレン選手のファーム速度がものすごいですね。ゴールドでもこんなに開いてるんですね。はい、いや恐ろしい選手ですね。ちょっとデイ4でもこのレレのファームを許してしまったがために逆転を許すというようなシーンもありましたからね。ここからのライズのパワースパイク、今回ルーデンテンペストの選択ですか。なるほど、あまり見ないですけどね。ただこれであればダメージが期待できますよね。さあドラゴンまで残り20秒、すでに2スタック V3 アカデミー揃えてますからね。キャプ選手もプロラークロー完成しましたから、アフェリオス対象のフォーカス、まあ、アジルでもいいですけど、そこに対して対処ないと戦えないですね。さあ前に出たタイミング、サンリーフを見逃さないのはエズマンだ。ここはなんとか下がることには成功したが、逆にアメジストが犠牲になる形。キャピが動けてる、フラッシュアウト先にもしっかりとスライド、さらにはキューアピが飛び込んでいってシャドウアサルト、ポータルワープからエナポンまで逃さない。さらには絡みて今ジャングルの中でエズマンに打ち取られています。これで4キル獲得は V3 アカデミー。メガナアルティメット、いやただこれはスタンにはなっていない、強い。ヘラルド召喚からミッドレーンのインヒビタータワーまで獲得できそうです。これヘラルドありますから、あさすがにドラゴンに対して変わりますか。そうですね、ヘクスゲートもありますからね、よりが怖いということで切り替えていきましたね。キュアピ選手プロラクロ、そうなんですよね。いや先ほどアジルのアルティメットあったんですけど、フラッシュで追撃できると、はい、前の段階でプロラクロを使用しての仕掛けでしたから、いやちょっとこのタロンが座ってしまうとビッシュアカデミーとしては対処のしようがないですね。うーん、ノーチラスのアルティメットくらいでしかちょっと確定的な止める方法はないですし、そこにバグライ発射を使ってしまうとなると、他にやりたいことがない、あなくなってしまう、潰されてしまうという状況になりますね。いやただ真正面から戦っても、もうルシアン並みのバースト力が高すぎて、はい、うまくサンリフ選手逃げたんですが、そこを追撃するような形でキャプ選手が入っていって、まあ、ポータルアップも必要ないんじゃないかくらいのダメージ出し入ったんですね。そうですね。さあこれでグローバルゴールドは8000ゴールド差です。ただここは一時的に BC アカデミーが視界の有利取れてますから、ベイトしますか。まあどこかしらでもう野次郎さんのフックから1キル取らないと、まあどれを取ってもいいですよね。もうジャプ選手、レル選手、エツマン選手、まあね、誰でもいいので、とにかくキルを取ってゴールドを増やしていく、それによってタワーシージを、行っていく必要がありますよね。んーただちょっと行えませんか。1本もアウタータワーがないということで、まあ、先ほどのようなブッシュに視界を、ブッシュの視界を取ってそこに体を潜めるみたいな動きが、まあ、なかなかできなくなってますね。さあそこにキュアピがいるというようなピン、いやーただここも仕掛けることができません。オラクルレンズからやっぱりオートアタック一発で3ダメージワードに入るのはちょっとダメだと思うんですよ。まあ強いですよね、ワード早いですからね。まあその分スタッツ的には低いですから、脅威、ビルドとしてはダメージが出ない。スペシャルプリズン、そこはなんとかリュウさん衝撃が下がっていきましたが、エズマンがスライドから前に出ていて、2丁走者のダメージはエナポンに対してはここはなんとかヘルスを削るまでに至っています。ただトップのインナータワーの破壊まではつながりそうです。チームのタワーが破壊されました。いやー、まあ、バロンに対してのプレッシャーがこの私たち上視点から見てるとそうでもないんですけど、はい、BC アカデミーとしてはもう真っ暗ですからね。そうですね、バロンに入っていく判断ができないですね。あテレポートしてますが気づいてありますね。エナポンテレポート、あギリギリ映りましたか。合流はさ、いやただあまりにも早すぎる、いやテレポート遅れる形、ただその先にポータルワープだ。これは噛み合ってしまった。すぐさまフラッシュアウトの対応ではありますが、バロンなしは獲得は V3 アカデミー、ちょっと戦える状況にないですね。
ゴールド差は1万ゴールド。しっかりついてドラゴンスタックを3つと、次のドラゴンファイトまでに戦える状況を最大限作るしかビーチアカデミーとしてはやることがないですね。さあ一度ここは下がっていきますが、いや本レベル12エイム4に対して負けているはずなんですが、アイテムのところでは1コアの有利。このままバロンバフをミニオンウェーブにつけていって押し込み続けます。エナポンが面白い位置でありましたが、ファーサイトオルタレーションによって移ってしまった。さらにはキュアピが暗殺者の跳躍飛び込んでいてフラッシュイン、そこに対しては爆雷発射2万ノックアップ、すぐさまこれは冒険なら搾取打ちましたが、カラミティに対して水の牢獄、バックラインエナポンに対しては対応していきましたが、これは後手のブーサーレ、ただダメージは足りない。その間に左側で4キル獲得、そのまま衝突同心からクワドラキル獲得はアイズマン。21分22分エンドイットレフィニッシュです。さあ非常に面白いジャングルタロン、ここは成功させて得意ピックの意地を見せていきました。キュアピーネカスを破壊してこの試合勝利したのは V3 アカデミーとなりました。いやー非常に面白い試合、面白いピック見させていただきました。本当に強いですねなんか毎回言ってるような気がしますが、そうですね、ウィスリアカデミー本当に期待の新人が多いような気がしますね。うん、いやーキュアピ選手本当にチャンピオンのプールっていったところ広いですよね。まあちょっと特殊なピックが多いのが、まあ、その要因だと思いますね。なるほど。まあちょっとなんて言うでしょう、タロンって結構ケインに似たような形なんですよ、はいはいはい、要はウィンレーンウィンゲームが前提のピックになってるので、うん、今のところ V3 アカデミーの状況を見るとミッドボットで有利を握るということがほとんどなんですよ。そうですね、それの信頼があるおかげでジャングルでこういった強くピックしても問題ない、うん、相手のジャングルに入っていってカバーが受けられますから、はい、まあ、なのでそういった状況がなくなった時にどうなのかなっていうのが見たかったんですけど、まあ、プレーオフ入ってからそれは楽しみたいなと思います。はい、まあ、すでにプレーオフは確定させていますから。さあ最後の手段戦です。もうここまで育ちきってしまうとキャプ選手を止めることもできませんし、戦場のアルティメットに対してエナボ選手はドニアスワケを打ったんですけどね、左の方ではもうずっとエズマ選手がダメージを出しました。いやーちょっとどうしようもないですね。いやちょっとレベル1のところで、まあ、キャプ選手をキルできていればといったところもありそうでしたが、ブレイクダウンこのようになっております。いや22分という時間で終わらせられたのはおそらく最速ですよね。なるほど。 LGL アカデミーだけでなく LGL でも最速なんじゃないですか。まあ、ちょっとそれは確認する必要がありそうですが、うん、まあ、ですが、ただそのくらいの印象を受ける早い段階での試合決着となりました。うん、まあ、ボットレーンからもこれだけの有利を握ってしっかりとエズマ選手がダメージを出してという形でちょっと止められなかったですね。まあ、こうなってくると気になるのは、まあ、不戦勝になった CGA 戦ですよね。そうですね、ちょうどこう強いマッチアップがやれてないですから、はい、まあ、そこはプレーオフ、あとは決勝戦だったりとか、うん、まあ、っていうところで見られると思うので非常に楽しみだなと思いますね。はい、まあ、V3 アカデミーに関してはプレーオフに期待といったところになりそうです。さあ続きましてはゲーム4となります。アクシズアカデミー VS SHG アカデミーとなりますが、一度インターバルとさせていただきます。それでは一旦失礼いたします。